ドリームランナーチャンネル。こんにちは、司会の広岡です。ドリームランナーチャンネルのご視聴ありがとうございます。今回もホンダコレクションホール様にお邪魔しておりまして、特別の許可をいただき、手を消毒してからマスクを外して撮影させていただいております。今回のお題は初代 NSX90 年式になります。ホンダで主にエンジン開発をされ、初代 NSX のエンジン開発を担当された渡辺信之さんに来ていただき、いろいろ教えていただきますので最後までごゆっくりご覧ください。では次にですね、初代 NSX の概要を振り返らせていただきます。初代 NSX は1990年に発売されました。オールアルミのボディに VTEC 3リッターエンジンをミッドシップにマウントした日本初のスーパースポーツとして誕生いたしました。手作りに近い生産方法の専用工場を新設し、アルミ加工に必要な電力を賄うための発電施設も建設、また生産に関わるメンバーを社内公募するなど、こだわりを持ってスタートいたしました。バリエーション展開といたしましては、3リットルで発売した後 3.2 リットルに拡大し、また、NSX タイプ S、NSX R といったタイプも要望に応じて追加しつつ2005年まで販売いたしました。この車はですね、気持ちよさ、あと高性能と快適さの両立ということで高い評価を得まして、フェラーリなどの既存のスポーツメーカーに影響を与える存在へとなりました。高い評価をいただいたエピソードとしましては、マクラーレンのゴードン・マレーがですね、試案車の開発をする際に、迷った時に、ハンドリングの参考に NSX を、調べていたということがありました。では本日のコメンテーター渡辺信之さんをご紹介いたします。渡辺さんはホンダ技術研究所で今回のお題である NSX 初代のエンジン開発を担当されました。ホンダ卒業後も講演活動や空冷星型エンジン開発などを通じて後進の育成に尽力されていただいております。では渡辺さんどうぞ。はい、皆さんこんにちは、渡辺です。今回は NSX を解説させていただきます。よろしくお願いします。はい、では、最初教えていただきたいことなんですが、初代の NSX は発売からすでに30年以上経った今でも、いや逆に今の方がスポーツ性では、高い評価をいただいておりますが、そこはなぜだと思いますでしょうか。はい、ですね、まあ、NSX はですね、スポーツカー、まあ、俗に言うですね、世の中にはスーパーカーと呼ばれるもうガチ、速さとガッツみたいな、のありますけども、もともとこの車のコンセプトはですね、まあ、アメリカマーケットで、女性でも乗れる、スポーティーカー、快適なスポーティーカーという狙いを、目指して始まったんですが、まあ、途中からですね、こうしてくれ、ああしてくれといういろんな話が出てきて、まあ、最終的には、まあ、ガチではないにしても、まあ、ホンダが出す、スポーツカーとしては、快適性を忘れずですね、売りやすい車ということを目指すというふうに移り変わっていったという部分があります。それで、まあ、NSX 1990年モデルで2005年まで、作りましたけど、もうすでに2020年も超えまして、それ以降ですね、まあ、いろんなやっぱりスーパーカー出たと思いますけど、まあまあいいところ、まあ、得意なところといろいろあると思いますけど、やっぱり人間とのマッチングという部分でいろいろ乗り比べてみたりした中で、やっぱりこの車乗りやすくて気持ちいいよねという評価を多分いただけたのが、現代でも、まあ、人気が再燃したという部分かなというふうに思います。はい、はい、どうもありがとうございます。次にですね、 NSX のエンジンを渡辺さん開発担当されたわけですけども、その中で、苦労されたことは何でしょうか。はい、ですね、まあ、エンジン、のことについてですけども、通常スポーツカーですので、ミッドシップですね、運転席の後ろにエンジンを積むと、
いうのは、まあ、一番いいレイアウトと言われているんですが、それは通常エンジン、ミッションを縦に置くというのが、まあ、標準的なスタイルなんですけど、この NSX はですね、エンジンとミッションを横に置くレイアウトで、ほぼですね、リアのアクセルシャフトのちょっと前ぐらいに、置いているということで、車全体のですね、前と後ろの重量バランスをですね、前42、後ろ58というぐらいの狙いにして作っておりますということと、まあ横横の置き方なので、当然幅を取りますんで、まあエンジンはまあやむを得ずこうせざるを得ないんですが、その分の煽りがですね、車体屋さんに来てですね、足回り関係の幅ウッドのスペースはかなり厳しくて、まあそういう部分では逆に言うと足回りさんが苦労したという部分もあります。で、エンジンとしてはですね、当初はまあオーソドックスにレジェンドの 2.7 リッターをベースにした3リッターということで、おとなしいシングルカムのですね、3リッターエンジンにしようということでスタートしましたが、実際にはですね、1年前にインテグラという機種で VTEC がですね、市場に出て、まあ世の中としては先進技術のホンダが、そういうものがあるのになぜ最新型のスポーツカーにはつけないんだという話にも、なりかねませんので、即 VTEC 入れろという特急指示が社長から来まして、まあ1年の中でですね、とんでもない開発時間の短い中でやりくり算段をしてですね、なんとかまとめて入れ込んだということです。ただしガチですね、最高速とか馬力とかという数値の話ではなくて、あくまでもコンフォータブル、要するに気持ちよく早く、要するに扱いやすいというところを狙っておりますので、まあアウトプットも車としてはそういう部分を中心にして、いかに乗る人の、まあ、気持ちにこう訴えかけるか、気持ちよさを持ってもらえるかというところを最重点項目で、エンジンの方も、開発をやりましたというのが実態ですね。はい、この車をですね、先ほど申し上げたようにいろいろとバリエーション展開が進んでいくにあたって、市場の声を反映されたというふうに聞いたんですが、そこのところをご紹介お願いします。はい、私はですね、NSX の、デーラーミーティングというのをですね、本題やってまして、モテギとか、鈴鹿とか、富士とか、これはサーキットでやるのはですね、やっぱりそれなりに走りを楽しんでもらいたいというところでやってまして、当然まあ、ホンダのファンのお客さんですから、まあ、普通に乗るにはこれちょうどいいんだけど、もうちょっと走りに振った潮みたいなのが、まあ出してくれるといいよなみたいな声が結構高かったもんですから、まあ、そういう声に、まあ、対応するためにですね、タイプ S とかタイプ R という少し、まあ、走り志向に振って、まあ、そのままサーキットに行ってもそこそこ楽しめるというバリエーションを、まあ、メーカーとして、バージョンアップしてですね、出したと。まあ、この辺はですね、私もディーラーミーティングにお客さんのですね、ミーティングに参加してもらいながら実際に声を聞いて、同乗してもらいながら、どういうところがいい、どういうところが気持ちいいというのをいろいろ意見を聞かせていただいて、まあ、やったことが間違ってなかったなということが、まあ、実証できたかなというふうに思っております。はい、いろいろとご苦労なされた結果、このようないい車ができて、海外での評価も非常に良かったということで、その間の非常な苦労が、今日は教えていただきましてありがとうございました。はい、まだまだお伝えきれないエピソードがあるんですけれども、今回の NSX はいかがでしたでしょうか。改めて NSX 誕生の意義を見直すことができたのではないでしょうか。ご覧になっていただきどうもありがとうございました。気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。今回もモビリティリゾートモデリコレクションホール様のご協力をいただきました。ありがとうございました。それではまた会いましょう。さようなら。